上賀茂本通り社家の街並みで知られる、上賀茂本通りは、京都市北区を通る東西の通りの一つである。地元では、藤の木通りとも呼ばれる。東は、倉間街道やみどろが池及び下賀茂中通りに至る、六砂路交差点を、西は、上賀茂神社前ロータリーを、それぞれ奇襲点とする。全線を通じて、車両通行帯のない道路で、かつ、 京都府道103号上鴨山畑線の一部に含まれている。上鴨地域の代表的な通りで、特に楠木の巨木が伸びる藤木社伊は、明神川が通りに沿って流れる美しい鮭の町並みで著名である。この通りは長らく、味噌の場所から通じているが、昭和初期までは大田神社前交差点周辺で途切れていた。1950年代に、 東へ延伸して、大田神社鳥居前から東へ向かう道と、上賀も岡本町地内で合流するようになった。石垣を積み、土塀で囲った鮭の歴史的な旧家が連なる。明神側に架かる小橋、河原吹きの門や土塀越しに見える樹木が、歴史的景観を生み出している。1988年に、重要伝統的建造物群保存地区及び、 神がも界隈景観整備地区に指定されている。また、美しい街並みを維持するため、京都市により、伝染類の地中化が進められている。すき家づくりの西村家物定化旧宅では、旧宅の一部と庭園が公開され、鮭の内部を伺い知ることができる。明神側から庭内に流れを呼び込み、庭園内の小川や池を経由して、再び川に流れ行くという、 いわば川と庭園を一体化させた工夫が見られる。庭園の奥には、上山の降臨席をかたどった石組も配置され、上鴨物鮭ならではの庭園を楽しむことができる。1986年に京都市指定名称として指定された。富士記と楠木明神川が南へ折れ曲がる三叉路に、朱色の柿と楠の木の大樹に守られる、一見舎流れ作りの祠が立つ。 神鴨神社の抹茶の一つで、瀬尾律姫神を祀る。樹齢500年と言われるクスノキは、2007年に京都市により保存樹と認定された。ありがとうございます。